さて明治21年の今日の新聞に神田に広告掲示社が開業と出ていますね。まあ、言うなれば広告代理店の走りなんですね。さて広告はいつから始まったかというと、看板が商店にかけられたのが室町時代に入ってからだそうです。またのれんは鎌倉時代からだそうで、せめて店の屋号と商品ぐらいは覚えてもらおうってんでしょうかね。そして江戸時代に入ると看板も立派になりました。これはメガネ屋さん、こっちは糸屋さんの看板、糸巻きですね。まあ、こんなら一目瞭然。さて明治になると広告は次第に工夫されて、広告すれば商売繁盛、看板も思い切って大きくなりました。今度はぐっと立体的になって、店先にこんな人形を飾るようになりました。これがマネキン人形の走りですね。そしてもっと多くの人の目につくように、荷車や自動車にも看板をつけるようになりましたね。広告の後輩この一線にありということで、今日に引き継がれてくるわけです。